夏子休憩所夏子ダムは、徳島県三馬市、脇町あ西又名地先、一級水系吉野川、水系添谷川に建設されたダムである。陳地名としても知られる。徳島県の吉野川北岸地域は、古くから水の瓶が悪い地域であった。佐抜山脈南側から吉野川に交流する河川は、山地を抜けると、ことごとく伏流水となってそのまま。 吉野川に交流する。このため農業用水の確保が極めて難しく、干ばつ時には容易に深刻な水不足に陥りやすかった。徳島藩、今切れ川用水裁判人で旧吉野川川口部の監督に、こうのあったとようかれ氏は1874年に、その身受けを表し、 吉野川北岸の灌漑促進を図るためには、吉野川から用水路を引くことが重要であると説いた。これが吉野川北岸用水構想の発端であったが、事業の着手はなく考えは引き続き打ち続いていた。戦後、農地面積拡大に伴いさらなる用水確保が重要となったが、用水整備が追いつかず、1956年の渇水では、 収穫がゼロとなる地域もあって、徳島県は全なしの対策を講じなければ、ならなかった。このため、徳島県は、板野郡隣町を流れる宮河内谷川2964年に、補助多目的ダムである宮川内ダムを建設し、灌漑のための用水確保を図った。これに続き、添え谷川でも灌漑専用のダム建設計画が、持ち上がり、 1979年より建設が開始されたのが夏子ダムである。ダムは包み高43.8メートルの重力式コンクリートダムとして計画され、1994年に完成した。目的は、添谷川沿岸農地に対する農業用水の供給、考えであり、ダムの完成によって従来伏流水に悩まされていた添谷川沿岸の 農地に安定した農業用水の供給を図ることが可能となった。なお、ダム完成に先立つ1990年には、農林水産省中国四国農政局による国営吉野川北岸農業水理事業の根幹施設として吉野川北岸用水が完成した。これは、三好市に完成している香川用水の水源池田ダムより取水し、 吉野川北岸地域に農業用水を供給する大規模な農業用水路である。豊岡冷圧市が提唱してから実に116年後のことであり、これら灌溉施設の整備によって吉野川北岸地域は慢性的な水不足が大幅に緩和されたのである。ダムウガンには国道193号が通過しているが、この国道沿いにダム湖に臨んで夏子ダム休憩所がある。 1>, 1階に市場、2階にレストランがあり新鮮な当地の野菜を購入することができ、休日には休憩に車を止める人が多い。上流には清水温泉センター、下流には宇奈津で有名な脇町の町並みがある。また、この国道は脇町と香川県を結ぶ主要道路であり、北上して直進すると塩野江温泉や高松空港に至る。 この他国道193号から国道377号へ右折し直進すると、四国88カ所令場巡礼の88番札所である大久保寺があるほか、付近には札所の寺が散在している。このため年中自路小族の巡礼者を見かける。ダムへは、徳島自動車道、脇町インターチェンジより、国道193号を北上し直進すると、到着する。 ありがとうございます。